と三角巾は全員つけましたか？私にもできるお手伝いだといいんだけど。そうやね、おほむらの名物のまんじゅうとか作るんかな。今日は新年のお祝い用の生菓子を作ってもらおうと思うの。新年のお祝い用ですか？こういう細工が入ってるものなんだけど、ちょっと見てくれる？繊細でとても素晴らしいです。白いお餅に小鳥さんが乗ってるお菓子、あなたたちに作ってもらうのはこの中の一つ、上に梅の花が飾ってあるやつね。この梅の花も食べられるのですか？ええ、もちろんよ。あらしょ、アリサ、こんな綺麗なお菓子初めて見た。梅のお花のところが綺麗だね、リンちゃん。リンにも作れるかな。リンちゃん、え、どうしたの？ぼーっとして。綺麗でちょっとびっくりしちゃっただけで。そう？それならいいんだけど。本当に綺麗だよね。じゃあ作り方を教えるわね。まずはこうすると梅の花になるんだ。ふんわりピンクでかわいい。この黄色い練り切りがおしべとめしべになるんだよ。練り切りであんこを包んで、ヘラで筋を入れて、皆さんが作ってくれたお花をここに乗せたら完成です。これをこうしてと。ヘラの使い方って難しいよね。でものぞみのお花すごく綺麗にできてるわ。エリちゃんもなかなかやん。アリサが作ったのはすごく変な形になっちゃった。私だってそんなに上手くないわよ。あれ、なんでうまくいかないんだろう。リンちゃんも苦手っぽいし。まあできる人たちだけで頑張ってもらおうか。適材適所、私たちは片付けとかをやりましょう。やだ、リンは最後まで疲れたいよ。だってもうちょっとなの。もうちょっとやったら分かりそうな気がするの。アリサも。アリサ、まだ諦めたくない。リン、アリサちゃん。リン、お料理とか苦手だけど、リンもこんな綺麗なお菓子作ってみたい。だってこんなに綺麗なんだもん。リンちゃん大丈夫だよ。リンちゃんも作れるよ。じゃあ私たちでリンちゃんとアリサちゃんのお手伝いしよう。リンちゃん